第二次、若月内閣は、貴族院、立憲民政党総裁の若月霊二郎が、第28代内閣総理大臣に任命され、1931年4月14日から1931年12月13日まで、続いた、日本の内閣である。1931年4月14日任命。在職日数244日。1931年4月14日任命。 1931年4月15日に因縁。1931年4月15日に任命。内閣発足当初。当時首相であった浜口友好の病状悪化により、浜口内閣が総辞職した後に若月霊次郎が組閣した。外交においては中国が、日本がロシアより獲得した満州権益を返還するよう求めており、中村大意事件や、 万法三事件が発生し国民の対中感情が悪化、優和路線を取ってきたシデハ外交に行き詰まりが見え始めていた。内政では世界恐慌でダメージを受け、近海禁後にキート価格や米価が暴落、全内閣から留任した井上淳之介蔵省のもとでの禁縮財政下で大量の失業者が発生し、中小企業や農村が急暴化していた。 1931年9月18日には、竜城古事件を主寛として、満州事変が発生。軍の応急派兵の検討に入ったが、19日午前10時の閣議で、陸軍大臣、南次郎は、関東軍造援を定起できず、事態不拡大の方針が決定された。しかし、朝鮮軍は独断で国境を越えた。これに対して予算をつけなければ、 朝鮮軍の活動は停止せざるを得なかったが、予算を認めてしまい、満州事変が拡大するきっかけとなった。若月は、足立健造の提案で軍部を抑える、挙国一致内閣を作るために、立憲政友会との協力を模索させた。その後の閣内相談で、閣僚は、協力内閣に拒否の意見であったため中止しようとしたが、今度は、足立健造が離反。 辞職を要求するも拒否された。明治憲法下では首相に閣僚の悲免権がなく閣内不一致を是正する方法がなかったため総辞職することとなった。ありがとうございます。